お父様は仮面が大好きで、いろいろな仮面を集めて家に置いていました。私と仮面たちは友達になったの。でも急に魂を奪う妖怪が現れて、みんなの魂があの人に奪われてしまったの。皆の魂を奪った者は私であり、あんただ。何を言いたいの？あんたは仮面たちにそそのかされて、重い罪を犯した。違う、私じゃない。私はあんたの魂をもう一人の自分として、すべてを背負うことにしたんだ。私たちは父さんに愛されることはなかった。でも妖怪になった今、私たちは自由になったんだ。私たちには嫉妬する自由、悲しくなる自由、愛する自由がある。そして、自分の将来を選ぶ自由もあるんだぞ。仮面たちは、私の仮面たちは、目覚めの時が来たようだ。